これはお名前ドットコムさんから対応してもらったリモートデスクトップですね。このようにログインしますと、サーバー上の Windows ですね。それを開くことができます。この Windows のデスクトップ画面はサーバー上で動いてます。24時間動いてますね。それ使い方はこの Web、この今 Web ブラウザを見てるんですけど、通常の Windows と変わりありません。それ終了するときも電源を戻すという意味じゃなくてログオフします。そうするとセッションを終了します。次にリモートデスクトップ上のインターネットの速度ですね。それをインターネットの計測、速度計測サイトを使って計測したいと思います。まあ一番最初に出てきたブロードバンドスピード測定ですね。これを使ってみます。それパラメータを適切に設定して、それで計測を開始ですね。まあ、計測中ですね。下り速度が 80Mbps。上り速度ですね。上り速度は 12Mbps。まあ、高速な部類ですね。このくらいの速度が出ます。次にリモートデスクトップの特徴ですね。例えば、検索エンジンで適当に何か検索します。それで今作業状態ですね。こういう適当なページを表示して、それで、これを作業状態としていきます。それでスタートメニューから、切断ですね。切断すると、このブラウザーが動いた状態で切断されます。それで再度リモートデスクトップに接続しますと、先ほどのブラウザーが立ち上がったままですね。まあ、ブラウザーだとよくわからないんですけど、例えばこれが FX のオートパイロットとかですね。そういうものですと、オートパイロットを動かしたまんまで、自分のパソコンの電源は切れます。そのサーバー上で動いてますので、非常に安定して、しかも静かですね。次にベンチマークですね。そのデスクトップの速度を測る HT ベンチというものを使って測定してみたいと思います。これは絶対的な数値出るんですけど、それに対してのコメントはちょっと避けたいと思います。まあ、結果を見て、その数値と自分のパソコンの、と比較して目安にしてみてください。ただまあサーバー、このプログラムサーバー上で動かしますので、重たい画像編集ソフトですね、そういうものを動かすのには向いてないですね。サーバー上で24時間動かし続けたいようなトレードソフト、FX とか株のトレードソフトとか、あと、本当に重要な経理ソフトですね。そういうものを自宅のパソコンよりデータセンターに置かれている安定性の高い、このお名前 .com のリモートデスクトップですね。これを使うのも一つの手じゃないかなと思います。